山口秀夫は、将棋騎士。騎士番号八十九、広島県呉市出身。原田康夫球団門下。1五十七年五級で、原田康夫球団門下となり、奨励会入り。1六十四年四段。1八十五年七段。二千二年三月末で引退。二千六年八段。1 9七十年度の、 1> 第1回新人王戦で優勝。兄弟弟子には、佐藤翔平、桜井昇、近藤正和らがいる。2018年5月20日、死去。76歳遺没。五筋の負をつかない、永ちゃん流中飛車の草案者。弟弟子の近藤正和がご機嫌中飛車を、草案したことと合わせて、原田文化の中飛車戦法への貢献は大きい。 英ちゃん流中飛車とは、山口が指していた中飛車についた名前で、その骨格は中飛車なのに五筋をつかないことにあった。完全に五筋をつかないで進めるわけではなく、相手の様子を見て、場合によっては五六銀から六八飛などの活用も含みにしている。山口は英ちゃん流について五筋の負を保留するのが、工夫で当時、流行していた。 玉頭くらい取りに対抗するために考えたもの。例えば図で三五歩は、四七銀から三八飛と回って三五の歩を目標に、する。五筋をついていない分、手を他にかけて逆襲できると以下のように明かしていた。また図から五手六四歩からの早仕掛けの場合五六、銀や四七銀としておいて、以下六五歩に同歩七七角なり同桂八六歩。 6四角8七歩正8二角なり7七と2五、6銀を用意している。他公式戦の A ちゃん流として、図から5三銀左7八金4二金上3六歩、6四歩4七銀7三銀3八飛4四歩、3五歩同歩同飛など、袖飛車で進行した例もある。ありがとうございます。